はい、中田です。今日はメロンパンクッキーを作っていきたいと思います。材料3つでできる超簡単なレシピになってますんで、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では本編スタート。中田村の暮らし。中田村の暮らし。はい、いただきます。今日はメロンパンクッキーです。表面がサクッとしてて美味しい。ふわふわだね。ふわふわ、ソフトクッキーとかに近いね。うんうん、小腹空いた時にぴったりな一品ですね。もう少し焼いてもよかったかもしれませんね。茶色っぽい色になってるやつは外がサクサクになってて美味しいです。火の当たり具合で白っぽいやつは生焼けってことでもないんだけど、なんて言ったらいいんだ。そうだね、ちょっとふわふわすぎる。うん、私は個人的にこうサクサクなクッキーの方が好きなので、7分から12分の間で焼くんですけど、サクサクが好きな人は12分ぐらいで、ふんわりとした食感が好きな人は7分で食べるのがいいと思います。そこは食べやすそう、ふわふわだから。うん、離乳食後期から活用できるメニューになっているので、あ、おやつめんどくさいなっていう時にぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。僕たちのチャンネルでは簡単な離乳食、お料理、お菓子作りを投稿しています。概要欄からブログもチェックしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。またね。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録